エブスフリート国際駅は、イギリスの県とグレーブシャムにある CTRL の鉄道駅である。駅は、ダートフォードのスワンズコムとグレーブシャムのノースフリートの間にある。ブルーアウターショッピングセンターの西、グレーブズエンドの東側に位置している。ノースケント線のノースフリート駅からは東側に400メートルほど離れた場所に設置されているが、両駅の間には、 直接的な連絡施設は整備されていない。当駅は CTRL の2機区間が開業する直前の2007年9月19日に公式に開業した。CTRL 用にプラットフォームが整備されており、ユーロスターの発着用に使用されているが停車する列車は限られている。国内列車用に使用されるノースケント線方面への分岐線が、 大陸方面へ向かう CTRL の本線をまたぎ、大きな分岐点を形成している。分岐専用の島式ホームがある。ダートフォード国際駅という駅名の候補も上がったが、様々な反対や位置的な問題で現役名に落ち着いた。エブスフリート国際駅には、ピーク時には4本の列車が停車しパリやブリュッセルなどと結ばれている。 2009年には395軽電車を使用した地域高速列車のサービスが開始され、セントパンクラス駅と15分で結ばれる予定になっている。大規模な駐車スペースが整備され、通勤者に対応させる。ありがとうございます。